ルイ・ヴィトンワールドワイドの公式ツイッターがヒラの仕様について報じた。ルイ・ヴィトン、秋冬メンズショーにてヒラの仕様の魅力が光る。日本時間午前4時、世界中のファッション愛好者が期待していた瞬間が訪れました。ルイ・ヴィトンの公式ツイッターページが、2024年秋冬メンズショーの舞台裏をファンと共有しました。これには980万人ものフォロワーが興奮を共有しました。 そのステータスラインには、2024年秋冬メンズショー、平野仕様も参加しましたとあり、エッチの写真が添付されています。この瞬間は、日本から始まりながらも、その影響は世界中に広がっています。パリのジャルダンダクリマタシオンでのデビュー秋冬プレゼンテーションは、多くの言語でコメントされ、共感されました。コメントは、同日午後2時時点で13万件、シェアは1万件、いいねは3万件を記録し、 合計71万3000回以上再生されました。これは同じトピックに関する他の投稿を圧倒し、世界中で最も注目された瞬間となりました。ルイ・ヴィトンが披露したこのショーでは、平野紫陽が特別ゲストとして出演し、その魅力が存分に発揮されました。彼のファッションセンスとパフォーマンスは、日本だけでなく、韓国、中国、ベトナム、フランス、アメリカなどからも賞賛を受けました。 もちろん、SNS 上での反響は非常にポジティブでした。一方で、日本代表として平野のを支持するコメントも多く寄せられ、彼が代表するすべてのブランドをサポートしますとの声もありました。これに関連して、ファレルさんへの感謝のコメントも見逃せません。ジャーディン・ディー、アクライマッションでのパフォーマンスは素晴らしかったです。この賞を見ていると、アメリカ西部を旅行しているような気分になりました。というコメントは、 ショーがどれだけ幅広い感動を届けたかを示しています。個々の感想も多様で、私はショーのおかげで YT のライブ、ストリームをフォローしていますが、ショーを見るのは本当に楽しいです。音楽と共にコレクションのプレゼンテーション全体が素晴らしかったといったコメントが見られました。音楽とファッションが見事に融合した瞬間、多くの視聴者が感動に包まれました。これによって、ルイヴィトンはますます多くの日本人に愛され、 ショーのスタイルが手本となり、ファッション愛好者たちに新たなインスピレーションを提供しています。日本から始まりながら、世界中の人々に感動と興奮を届ける平野潮。彼の活躍に注目です。最後に、新たなコレクションに対する熱い反応も見逃せません。素晴らしいショーと新しいコレクションです。平野潮さんのゲスト出演で、LV 面風24に注目しました。 YouTube でのライブ配信を楽しく拝見させていただきました。特にターコイズのボタンやアクセサリー、ハンドバッグが大好きです。ヒラ紫仕すごいですね、とのコメントが、新しいコレクションに対する期待を高めています。これからもヒラ紫仕の活躍と、ルイ・ヴィトンの新たな挑戦に期待が高まります。ファッションとエンターテインメントの融合が生み出す感動は、世界中のファンにとって心の響きとなっています。